わかった。多分大丈夫。条件は後でメールして。それと2日前にリマインドメールも。ちょっとアルテミスとしての活動もあるから、いろいろごっちゃになりそうで。お願い。GP 社のサンプルトラック、提出締め切りは7月22日。まあもうほとんどできてるけど。ん？ 7 月22日？ 22 日？あれ？ん？ 7 月22日って何の日だっけ？なんか数字の並びに見覚えが。あ、私の誕生日か。マナの誕生日パーティーしたのって先月だっけ？先々月だっけ？あ、先々月か。せっかく日本に帰ってきたんだからって、アルテミスも再始動するからって、みんなで集まって、一緒にご飯食べて、お酒飲んで。シャノも、アイリも、楽しそうで、私も楽しかった。マナなんかいろいろ弾けて。いいな。私の誕生日、か。誕生日のパーティー、私からやろうっていうのは、違う、よね。多分、すごく、はしたない？厚かましい？よくわからないけど、だいたい何年も離れ離れで、すごく今更だし、シャノやアイリの誕生日パーティーだって。そういえば、シャノとアイリの誕生日って、いつだっけ？学生時代の生徒手帳にメモったような。どこにやったっけ？シャノが来月の24日で、アイリが再来月の1日。そっか。順番から行けば私が2番目。なら私も。はい、高尾東華で。アイリ？どうしたの？え？あ、いらっしゃい、トーカ。こんにちはっていいのかな。シャノとマナはもう来てるの？下にいるわよ。なんか4人だけのステージしようって、2人とも2時間も前に来ていろいろ手伝ってくれたの。そうなんだ。私も早く来るべきだった？何言ってるの？あなたのお誕生日でしょ？主役は最後に来るものよ。そっか。ありがとう。っていうか、アイリー？何？わざわざ誕生日パーティー開いてくれて、ありがとう。何言ってるの？マナの時もやったんだから当然でしょ？でもあれは、帰国祝いというか、アルテミス再結成の祝いというか、誕生日パーティー以前にそういう名目だったような。それはそうだけど、トーカやシャノや私の時も、同じようにパーティーしようって言い出したのはマナだしね。私もシャノもそれぞれ忙しくしてて、こういうのにずっと無頓着だったし、いろいろ気まずくもあったしね。でも、だからこそ、むしろ休校を温め直すのにいい機会よ。だから、遠慮なんかしないでね。ありがとう。嬉しい。本当に、嬉しいよ。